伝えしたいことは、先生業としてのウェブ活用の方法です。物売りではない先生業はどういう風にしてウェブを活用して高単価で安定的にお客様を獲得し続けることができるのか、それについて皆さんにお伝えをしていきたいというふうに思っています。このセミナーで集客に対する考え方が変わりました。人にはたくさんの道具があるということが分かりました。成果の出ていない先生には、ほとんどの原因がですね、この取り違いにある。何かというと、ビジネスモデルが関係型であるにもかかわらず、ウェブマーケティングが商法型になっている。この取り違いが成果の出ていない一番の原因だったりするんです。多くのウェブはいくら細かいことを書いても、そもそもそこが読まれていないというケースがあるんです。3秒で読むか読まないかを判断をする。これを3秒の壁と言うんですけれども、実は先生業のウェブ集客においてはホームページはそこまで重要ではありません。これはよく意外な顔をされるんですが、ホームページというものはそもそもですね、ソーシャルメディアには実は役割があります。その役割分担を意識をした上で使い方を考えれるかどうかによって成果って大きく違うなということなんですよ。ウェブで情報提供する本質的な意義は何かというと、これは先生と見込み客の間の中で何らかの関係性を構築をする、そういうことが目的なんです。ソーシャルメディアを使ったウェブ集客、これを使ってですね、どんなプロセスで受注ができるのかというノウハウが満載です。集客というと、なんだか無理やり営業しなくてはいけないイメージがあったんです。でも、まず良い関係性を築いてからお客様になっていただく、そんな素敵な関係をウェブで構築できることを知りました。